回転伸ばしておいてな。降りてきて、ターンして逆へ運ぶ。こういう方向を意識して。ちょっと降りてきて、ターンして。ケダ。カズダ。シノタ。じゃあ、最後。最後。いや。あ、そう。飛ばしてもいいよ、飛ばしてもいいよ。それでは影山監督です。今日でキャンプインされて2日目になりました。特に強化したいところがあれば教えてください。はい、このキャンプはトレーニングマッチをどんどんやっていく、そういう形でのキャンプになりますので、ゲームを通しながら出てきた問題を修正する、それを何回も何回も繰り返すことでチーム力というものを上げていきたいなと思ってます。ということは、実践、フィジカルトレーニングはもう地元で、はい、そしてキャンプでは実践という感じで。そうですね、我々岡山でトレーニングをスタートしまして、すでに3週間もやっていますので、フィジカル的なところ、サッカーの土台となるようなところはもう十分にやってきたつもりでいます。ここはもう実践を通してやってきます。しかも指導日から雪山に、恒例の雪山に登られたと伺いました、はい、この狙いというのはどの辺にあるんですか？これはね、もうサッカーに必要な要素がいろんなものが入ってるんです。ピッチ上では体験できないようなものが、協力、コミュニケーション、それから出てきた障害をみんなで乗り越える、そのためのリーダーシップ、そんなものが、サッカーに必要なものが全然違う場所で自然を相手に出てくるものですからね、恒例になっちゃいましたね皆さん、なかなか経験しないことを、はい、させてもらったっておっしゃってます。させてもらったとは言ってないでしょさせられたって言ってると思うんですけどね、きつかったと思いますよ。はい、でも監督自身はどうでした？いや、今年3回目だったんですけど、今までの中で一番良かったと思います。はい、で選手たちもそこを乗り越えるために必死になって、実はね、ちょっとしたアクシデントなんかもあったんですけれども、そういうものも乗り越えて2泊3日のキャンプを無事終わらせることができましたんでね、なんかちょっとだけたくましく見えますよね、そういうのを乗り切ると。はい、さて今シーズンも新加入選手がたくさん入ってまいりましたが、補強のポイントはどの辺にあったのでしょうか？個人個人の、ね、名前は差し控えたいとは思うんですけれども、昨年の終盤にかけてチームの目指す方向というのがある意味はっきりしてきまして、その中での成果というものも現れてきたんですね。だからそれをさらに高める、そして、私が監督になって3年目でもありますので、明確な目標、6位以内に入ろうと、 J1 昇格に絡めるところに自分たちは行こうといった時に、ポジションごとに必要な選手に来てもらったというプランです。
それの、まあ、先ほどおっしゃいましたが今シーズンの目標というのは、はい、J1 昇格に向けてのプラン作りと、はい、そうですね、昨年我々13位だったものですから、岡山13位だったのに何を言ってんだと思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、これ僕らは本気でして、選手たちももうそこに向かってというものを準備の段階から進めてくれてます。ですから順調に今年3週間岡山でのものを過ごして今宮崎にいることができると思いますんでね、もう本気で最後の最後まで諦めずにやっていきたいなと思ってますよ。ということはここまでイメージ通りということで進んでますか？イメージよりもちょっと進んでる感じです、はい、このプレシーズンのプランニングをしたところよりもちょっと先に進んでいるので、うん、逆に選手たちが、ね、流行りすぎて怪我とかそれからなんかピーキングをね、ピークを間違ったりしないようにちょっと選手の様子を見ながら微調整はしたいなと思ってます。それでは今シーズンのこの岡山に期待されているサポーターも多いと思いますが、ぜひサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも我々ファジアの岡山を応援していただいてありがとうございます。我々のホームスタジアム観光スタジアムの雰囲気というのは僕は日本一だと思っています。今年は我々明確な目標を持っていますので皆さん一緒に6位以内を目指して J1 昇格を目指して1年間戦いましょう。よろしくお願いします。さて今日でキャンプ2日目となりました。この宮崎キャンプでのテーマ、個人的に強化したいところがあれば教えてください。そうですね、前に前にっていう意識を、自分の中に持って、このキャンプを臨みたいなというふうに思います。新加入もたくさん入ってまいりましたが、今のこのチームの雰囲気というのはいかがでしょうか？新加入の人も、すごくこうチームに溶け込んで、すごく活気ある雰囲気でやれていると思います。はい、ベテランから若手まで入りましたが、はい、どういう方が多いですか？そうですね、いじってもちゃんと返してくれる、すごいユーモアのある人たちばっかりです。はい、特にベテランの、ね、服部選手なんかもいらっしゃいますけれども。そうですね、どういう、物静かなイメージがあるんですけども、すごく面白いことも言ってくれますし、積極的にこうチームの雰囲気を良くしようとしてくれています。シーズン当初、指導日に、雪山に登られたと伺いましたが、どうでしたか？そうですね、一言で言ったらもうとにかくもう厳しかったですし、もう二度とやりたくないって思いました。はい、なんか得るものはあります？そうですね、やっぱりこう新加入の人たちもすごくこう打ち解けやすくなったかなというふうに思います。はい、さて今シーズンの、ご自分としての役割どのように考えていらっしゃいますか？そうですね、とにかく90分間、切れることなく走り続けて、少しでもチームの勝利に貢献できればいいなというふうに思います。はい、それでは改めて、今シーズンの岡山の活躍期待されている方も多いと思いますので、ぜひメッセージをお願いいたします。J1 昇格に向けて、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。このキャンプでのご自分のテーマ、特に強化などをしたいところあれば教えてください。まず開幕に向けてしっかりその体のコンディションというものを上げていくこと、それと一番大事なのがチームとして その戦術というものをしっかり理解して、しっかりゲームにトレーニングマッチがいっぱいあるのでそこでやっていきたいというのがありました。今シーズンからの加入となりましたが、はい、この岡山に入るにあたってどういう思いで入られましたか？まず自分がサッカーをまだまだやりたい、やれるっていう自信があるのと、とにかくその岡山っていうチームをですね、絶対 J1 に昇格させるっていう、もう明らかなその明白な目標がありますので、そのためにやってきました。非常に経験豊富な服部選手ですが、ご自分の役割、プレーとしての役割はどのように考えていらっしゃいますか？もちろんその上下運動でその攻守の切り替えの速さ、上下運動のその運動量、サイドからのその得点になる起点になる、得点に絡む、そういうところですね。指導日から雪山に登られたと伺っておりますが、どうでした？若干凍傷になりかけましたけど大丈夫です。ハードでした？山頂行けたんでね、良かったと言いましょうか。はい、さて、今シーズンの、チームとしてまた個人としての目標を教えてください。今シーズンの目標ですか？はい、もうとにかくもうチームとして
全員でその J1 昇格っていう目標に向けてしっかり頑張っていって、最後には昇格っていうものを手にしたいと思います。それでは服部選手の活躍に期待されているサポーターにぜひメッセージをお願いいたします。ぜひ、自分の持っている力をね全部出し切って、岡山を絶対 J1 に、ね、昇格させたいと思いますので、ぜひスタジアムに来てほしいですね。お願いします。キャンプ今日で2日目となりました。このキャンプでの、テーマ、特に強化したいところがあれば教えてください。チーム全体の連携というか、攻撃と守備のそういう連携の部分というのを深めていけたらいいかなと思います。新加入もたくさん入ってまいりましたけれども、はい、今シーズンの雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、みんな積極的にコミュニケーションを取って積極的なプレーもしてくれるんで、やりやすいです。どなたかともうコミュニケーションを取られました。そうですね、一応部屋は川又選手と一緒なんで、お世話になってます。どういうキャラクターですか。いや、明るくて明るくていい人です。はい。指導日から雪山に登られたと伺いましたが、いかがでしたか。そうですね、もちろん寒かったですけど、ああいう経験を生かすのも自分たち次第なんで、そういうああいう環境の中でなんか物事を解決するっていう力はついたんじゃないかなと思います。何か得るものっていうのはご本人の中に確信 しました。そういう経験をピッチに持って帰りたいですね。はい。さて、今シーズンのご本人の役割としてはどのように考えていらっしゃいますか。攻守で存在感を出していきたいし、守備の組織の一員となってボールを奪ったりとか、ボールをその動かす上での、いい動きができればなと思います。今シーズンの、チームとしてまた個人としての目標を改めて教えていただけますか。そうですね、チームとしてはもちろん J1 昇格という目標があって、そういう目標を目指すからそういう実力がつくと思うので、もう日々の練習で 100% 出し切ることだけ考えていきたいですね。それでは改めて、サポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。今シーズンも、熱い応援よろしくお願いします。選手全員で、目標に向かって頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。